やっほー、おはようか。おはようございます。おはようございます。久しぶりショールーム。なかなかショールームをする時間がねなくて申し訳ないです。とっても、12周年のやつが終わったらやる予定というか、やるんですけど、マジでやばいんですよね今は。ちょっと、ね、忙しいとかあんまり言いたくないけど、忙しいっていうか、まあ、自分が覚えるのが遅いだけなんですけど、ちょっとね追い込まれてますね。昨日は帰ってきてクーラーガーってつけてそのまま寝ちゃったから、もうね、あのね、風邪みたいになってるけど、体調はとても良いので安心してください。そう、無理しないとできないからね。そう、12周年で SK が12公演やるんですよ。でも今日はちょっとあの朝レッスン上使えないから今ショールームしてます。レッスンまでに覚えなきゃいけないんですけど、それがね、もうそろそろだから、ね、本番は10月なんですけど、そう、3つとも初めて。私はなんだっけ、と思って、ね、ドア前配信って珍しい。嘘、私最近いつもここ投資券買いました。すごい、やった、全部毎日3日間、私は10月3日にリスタートと制服の目で、10月5日がラムネの飲み方に出ます。全部初めて。そう、嬉しい、やりたかったやつだから嬉しいです。兆しめっちゃ見たい。あ、そんなあなたにおすすめなのがですね、そういうとこあるよね、あのタイプどっち何か忘れたんですけど、11周年記念公演の、ね、DVD が入ってる、特典に入ってるやつを買えばですね、私の兆しが見れますので、ぜひ。リングライトの大きさがよくわかる。なんでわかるの。ユニットもね、何でしょう、何か予想してしながら。でもユニット予想するの楽しくないですか。私たちも他の公演はどんなか、誰がどのユニットいるかとか全然知らないんですよ。だから予想とかするの楽しい。
ね、リレー配信みたいなのもあるらしくて、私は誰とやるのかまだ決まってないけど、3公演同じ、ね、メンバーね、いるんですよ。誰でしょうか。まあ調べればすぐ分かるんですけど調べちゃったらすぐ分かるんですけど、あ、ももったんお誕生日今日、昨日ねサプライズしました、みんなで。あ、言ったっけ、ルカさん、そう、正解、ルカさんと3公演一緒。ルカさんと3公演一緒です。口が半開きになるのないよね。私たぶん鼻が詰まってるから息がねできないから、頑張ってね、頑張って口を開けて必死に生きようとしてる、息をして。北野ルカさんと一緒。でもルーさんと毎日一緒に練習してます。今日はルーさんが公演だからできないけど、毎日ね、本当に毎日一緒にいる、ルーさんと。昨日も朝から頑張って、夜頑張っておきましょうねって言って、昨日はね、おるーさんとあみちゃんとマリンさんとイズリーさんとうどん食べに行きました。一昨日はおるーさんとあみちゃんとマリンさんとゆずぽさんとあときみちゃんとカレー食べに行きました。その前はね、あいりちゃんとひめちゃんとご飯食べに、だからあのいつもレッスン場にいる8期の先輩に紛れて仲良くしてもらってる。みなるんさん、みなるんさんもいた、この間だからみなるんさんって言って無駄絡みしました。エゴさんも家でしか自主練できないタイプって言ったね、見たけど、私逆に私家が狭すぎて、一人暮らしだから狭すぎて踊る場所がないの。だからねレッスン場行くしかなくてね、逆ですね。家でできるってならやりたいんだけど、私はだから毎日通ってます。みなるんさんがさ、あのレッスン場から帰っていくときに、なんかメンバーみんな可愛いってつぶやいてた。可愛い。みんな言ったらレッスン場不足だから、ちゃんとソーシャルディスタンスを保つために
決まってます。ちゃんと何時に行きますって言って、この時間は誰が使うからみたいなやつは決まってるから、なかなかね練習できないんですよね。だからレッスン場に行かないとさ、立ち位置とか立てないからね、大変だよね。レッスン場お金払って借りたい、どっかの公共施設みたいなとこ。16人公演は半年ぶりぐらい。確かに確かに16人はやってないもんね。カラオケボックス狭いでしょカラオケボックス狭いでしょ。いろいろちゃんとやってますよ、みんな。そういうのもでもね、言えることはないです。鼻詰まってると踊るの大変。今だけです、マジで。クーラーをつけたまま、つけ、すっごいつけたまま寝たから、もうね無理今だけ。エアコンでしょうか。定点あるのかな。え、なさそう。あるのかな。公園、劇場じゃないからさ、定点、劇場ってか公園なのか、まあ公園か、どうなんだろうね。定点はあるのか。でもなんかさ怖いよね、定点。リアルタイムだけだったらありそう、生配信だけならありそう。映像は絶対にあるけど配信されるのかは分からん。おはよう。おはよう。今日は土曜日だから私は今配信できてるんだね。キュウキュのグッズ見たよ。お、ありがとう。そう、キュウキュのグッズ、キュウキュのグッズは多分初ですね。あの去年はグッズがなかったから、キュウキュのグッズ初です。コップとタオルかな。ぜひ。私はあのそのね規制ごとのグッズを見てて、え、なにこれめっちゃ可愛いって思うのがあったから、ポチッと買って支払いしてきました。それがどれだったかご想像にお任せしますが、皆さんはキュウキュのグッズもよろしくお願いします。コップはね、写真がなんかあれば
仲いい子で固まらないようにね、ちゃんといろいろ振り分けて、だから私はキャノンティーとこういった仲良くないとなっちゃうか、違う違う、なんていうの、いつものツーショット、いつも結構多いツーショットとかだとなんかつまんないっていうか、またこのメンバーかみたいになっちゃうから、私とキャノンティーのは2人なんだけど、他のチームは3人ずつとか4人ずつとか5人ずつとかで、私とキャノンティーはね2人なんで、ちょっと大きめに顔が映ってますので、ぜひ見てみてください。タオルは結構キューキは人数が多いから、なんかシンプルにね、やってみた。なんかドラフト一期生さんのやつめっちゃすごかった、なんかお寿司屋さんみたいだった。確かにすごいね、一人の木はソログッズだもんね、すごいな。ドラさんのグッズはおしゃれすぎて、あれってどういう意味なんですか、どういう意味なんだろうってずっとねみんなで考えてた、何これどういうことって、あれはどういうおしゃれ、どういうことなのあれはどういうことなの、なんでさ香水なの、昨日聞いてみればよかった、いたから。でもあんまり喋ったことないな。今何時までやる、でも私今日何時に行こうか、モーターも3期グッズ買ったかな。だってあれって結構てか自分の木のグッズもさもらえなかったから、もらえないらしいからさ、でも買うはしないかなSK の人が SK のグッズ買うってあんまないよね。もうすぐ10時か、ありがとうございます。だって自分たちが売ってるのをさ自分で買うんだよ、おかしいよね。最近気づいたんだよね、そう変だ、なんでって言われて、最近いろんな人になんで買うのって言われて、確かにって思っただからこういう私みたいな人間はね珍しい人種ですね。だから普通なんです、買わないのが普通なんです。ももたんとかに買ったよねとか言わないであげてください言わないであげてください。普通はね買わないものなんです。あやめろさんの T シャツはもらった、あでも私は自分の生誕 T シャツは今年何枚もらったかな、1,2,3,46枚ぐらいかな。ミラーボールありがとうございます。朝からミラーボールじゃないじゃない、自分の生誕って今年多分6枚とかもらったんだけど、2枚は自分で持ってて、1,2,3 あと4枚はもう全部売り上げました、いや売ってないです、あげましたもらうより早く欲しいってこと、もらえないからね。
ハムさんのセットでグッドギブさん、あ、プレゼントも送ってくれた方ありがとうございます。まだね劇場に行ってないから、あの誕生日から受け取れてないんだけど、そろそろ行くと思うのでちゃんと見ます。ありがとうございます。みんなにおしめんの推しのグッズプレゼントを送るえ、そう、私なんかなおさんのグッズっていうかいろいろポスターとかそういうのをプレゼントしてくださった方がいて、ファンの方が、それでそれをね公演の日に見てください、これ来ましたってなおさんに見せたのめちゃくちゃ笑われた。同期の生誕 T 買ってると10期生で、それもらったんじゃないの、買ったの、もらえばいいのにもらえばいいのに。おはようございます。何時までやろうかな。10時くらいかな。10時もうちょっとできるな。かっこいいってやった、何が刺さったんだろう、何が刺さったんだろうとか言って、かっこいいってやった。まだ10期生はシステムを把握、システムっていうかだってさ、自分がさ6枚持ってるのにさ、同期欲しがってんならあげればよくない、わかんないけどわからんけど、久しぶりにあれだな、あれだな、自分に公園以外の話をしてる、この話っていうか頭の中が公園以外になってる、久しぶりに頭の中が生誕的になってる。朝ごはん食べた、食べてる、食べて、途中だわ。そういえばご飯、もうめっちゃねみんなにおすすめしたいご飯があるんですよ。あのセブンイレブンさんのなんだっけ名前、中華餃子中華スープみたいな、スープみたいなやつ、ちょっともう多分ね餃子中華スープでわかる、多分見れば。めっちゃ美味しかった、昨日も食べた。金のハンバーグ食べたことないよ、誰だ、それをおすすめしてこう、そう、美味しいから食べてみてください。中華スープ、前はセブンから何かお礼をもらっていれば、嘘でも SK はねセブンイレブンさんお世話になってますから。そう、美味しいから食べてみてください。セブンネットで買ったらなんか安くなるみたいな、なかったっけ今回。
すごいよね、最近どんどん知らないうちに新商品みたいなのが出てる。思ったらサプライズ喜んでたって。よかった、それはめっちゃ急にねやったんですよ、思い立って。はっ、ってもう本当は今日だからね、今日もちゃんとプレゼントを持って行きたいと思います。何食べた？朝ごはん？あれです。餃子のやつ。今言った。セブンイレブンのやつ。眩しい。長く見える。こうやると。これです。私が今食べてる朝ごはん。K2 だと一番髪長いかな。え、ゆきさんの方が長いんじゃないかな。私ね、最近髪切ったんだよね。最近って言っても結構前か。